では機械学習とパラメータ調整による学習と題しまして、自然言語処理研究室小川裕次郎が発表させていただきます。まず機械学習について説明します。近年ではインターネット社会が発展し、それによりコンピューターで扱うことができるデータがインターネット上に大量に蓄積されるようになりました。しかしこれらのデータはあまりにも大量すぎて、こうネットに載っているデータを人の手で、作業できるデータに変換するっていうのは、とても手間がかかります。そうした中で、こうした大量のデータをコンピューターに学習させることで、人の作業に役立つようなデータに変換をする作業を、機械でやってもらおうっていうようなことで、機械学習っていう方法が出てきました。機械学習っていう名前に含まれている学習の、意味って何だろうって考えたときに、人間の学習を考えると、皆さん学校に必ず通って、学校の先生から知識を教えてもらったり、ものの考え方を教わったりすると思います。で、そうした教えられた知識をもとに自分で何かを考えたりすることで自分自身を向上させます。このように学習とは、人間における学習とは、知識の増加や問題解決の向上のことを言います。では機械の学習は何だろうって考えたときに、人間の学習の例をもとにして考えると、内部状態の変化に着目し、何らかの過程によって状態を変化させる挙動っていうふうに考えます。そこで、では機械学習とは何だろうってもう一度考えたときに、こう内部状態の変化を生じさせるような挙動というふうに捉えることができます。次に、身の回りで使われている機械学習の例として、まずツイッターを開くと、最初に前回ログインからの出来事っていうふうに、なんだろう、自分にとって重要なツイートだったり、自分がよく見る人のツイートが一番上に表示されるようになっています。この機能は、機械学習の技術を用いて、この機能を作られています。で、また機械学習は天気予報への応用が考えられています。天気予報は、こう地球から打ち上げられた人工衛星によって、その地球の状態をデータとして地球上のデータベースに送って、それを解析して予測しています。で、そのデータが膨大になるので、経験則に基づく処理をの自動化を行う機械学習は、天気予報にとってとても有効になると考えられています。では機械学習の歴史をざっと振り返ります。まず、1950年代、結構昔なんですが、この頃から、人工知能っていうテーマがすでに挙げられていました。で、最初にその人工知能を題材とされたのがチェッカーっていうゲーム、ボードゲームですね。チェッカーは、他のボードゲームのチェスや、将棋とかと比べて、とてもルールが分かりやすいっていうようなことで、人工知能の研究テーマとして初期の頃から取り上げられていました。で、プログラムに組み込んだ作戦、相手がこういう手を出したらこういうふうに返すっていうような
ルールを決めて、それを機械に教え込ませることで、その作戦を、プログラムに組み込んで、その内容をこう相手の手によって調整していくっていうことをして、自律的に強くなるというような、機械学習が、されました。でこのような方法をパラメータ調整っていうふうに呼んでて、もう少し詳しく言うと、過去の人間同士の対戦結果などを参照して、ある局面で指した手がその後の展開において良い手だったか悪い手だったかを評価し、その評価が良くなるようにパラメータを調整します。このような機械学習の方法が用いられました。で次に、1970年代に入って、第二次人工知能ブームが起こります。でここではエキスパートシステムというものが流行りました。エキスパートシステムとは、特定分野に特化した専門知識のデータベースをもとに、その分野の専門家に近い判断を下すことができる人工知能システムです。例えば病気に関する知識がほとんどない患者が自分の病気を調べるためにエキスパートシステムを使うといった、利用がされました。でこれはアメリカで、新人の医者のその病気の判断よりも、このエキスパートシステムを使った判断の方が優れているというような結果が出て注目されました。でまた同じ頃に、ニューラルネットワークという機械学習の方法が注目されました。でこのニューラルネットワークについて軽く説明すると、生物の神経組織の挙動をモデル化して情報処理を行う仕組みのことです。人間はそのセルと呼ばれる細胞の結合から構成されているように、このニューラルネットワークもそのセルの結合の構成を考えました。でセルは3つの層に分かれています。刺激層、連想層、応答層で、この層の結合の強さをこう数値で重さをつけたもの、パーセプトロンと呼ばれます。次に2000年代に入って、ディープラーニングが流行りました。これはその近年のコンピューターの性能の向上によって、ニューラルネットワークは3層までしかできなかったんですが、これを4層5層と増やしていくことで精度の高い機械学習が実現可能になり、いろんなところで用いられるようになりました。でまた2010年代からはビッグデータというものが出現し、巨大なデータの集まりをビッグデータというんですが、それを扱うために機械学習が有効であるので、機械学習という存在が広く知られるようになりました。機械学習の種類はざっくり言うと3種類に分けられます。教師あり学習、教師なし学習、教科学習です。教師あり学習では、問題とその答えを与えたときに、そのデータの傾向をこう自動で解釈して、例えば分類問題だったらその傾向を2つに分ける、で回帰問題だったらその傾向を1つの数式で表現するというような方法があります。教師なし学習では、先ほど比べて、答えがない
ものを言います。では先ほどは問題と答えがあったのに対して、教師なし学習では答えがないので、データの背景に存在する本質的な構造を抽出するために用いられます。で、クラスタリングでは、たくさんのデータからその特徴を複数に分類するようなことをします。強化学習は、遺伝的アルゴリズムが生物集団の進化を生物集団の進化をモデル化したもので、生物と環境が相互作用して、そうです。もし生物が環境に対して適応している行動をとると、環境は生物に報酬を与えます。で、生物はその報酬に従ってこうもっと環境に適合しようというふうにして内部状態を変化させます。つまり何かがうまくいったらその方法をよく使うようにするようなアルゴリズムです。今まで機械学習の歴史と種類を紹介しましたが、ここでは一番歴史の古いパラメータ調整を実際に機械学習で機械学習としてプログラミングをやってみることを考えます。で、最初にも言った通り、近年ではインターネットからさまざまなデータを簡単に入手することができます。で、今回では気象庁のサイトから気象データを入手して、長岡市の年ごとの非平均気温データを用いて未来の気温を予測してみることをやってみます。これが実際に用いた長岡の気象データです。気象庁のページから検索することができます。すごい見にくいんですが、一番左の列に年の列があって、それから右に行くことに降水量の年ごとの合計や最大といったデータが列挙されています。で、今回はその年ごとの非平均気温のデータを用いたいので、この表から言うとここですね、左から6列目のデータを用います。で、実際に機械学習をやってみるんですが、最初に最小次情報を考えます。統計的手法においてデータとして数値が与えられたときに、それらの数値を説明するような数式を決定することを回帰分析と言います。回帰分析の代表的な例に最小次情報があり、最小次情報はみんなわかると思うんですけど、複数のデータから、数式で表せるように係数を決定するような方法です。これをプログラムでやってみたいと思います。で、まず、C 言語でプログラミングしたんですが、その詳しいソースコードだったり説明は省きます。で、今回用意したのは上の、5つのデータですね。プログラムとデータで、一番上が最小次情報による一次式の決定をするプログラム、それからデータから必要な行の実を取り出すプログラム、データから指定した位置の数値を取り出すプログラムで、データの左側に行番号を付け加えるプログラム、それからウェブサイトから、コピーしてきた気象データを用意します。で、一番下の表が
そのウェブサイトからコピーしてきた気象データの、一番下が2016年のデータから上に2015年、2014年っていうふうにどんどん上に連なってるんですけど、多分1975年までありました。で、実際コピーしてくるとこのように、年号が1行の一番左にあって、でその下に、各気象データが、左から順に、タブ区切りで用意されていることが分かります。で今は、非平均気温をのデータを扱いたいので左から5列目のデータを抽出することを考えます。で手順です。まず気象データから非平均気温のデータだけを取り出し、そのデータだけだと、最小時情報が使えないので X 軸となる数値を付け加えます。で最後に最小時情報を用いて回帰分析を行います。でまず気象データからその必要なデータだけを取り出すことを考えると、先ほど用意した行のみを抽出するプログラムと、列を抽出するプログラムを一緒に同時に実行して、その真ん中のこれはコマンドラインのコマンドですねやって、左から、ドットスラッシュセレクトライン2って書いてあるのは、そのこのデータに含まれるこのデータの、2N 行のみを抽出するっていう意味を示します。で 2N 行っていうのは要は2行目4行目6行目っていうふうにその 2N 行だけを取り出すようにしています。で右側のコマンドではカットフィールド5って書いてあるのは、5列目のみを抽出するっていうふうな意味です。でこうして、非平均気温のデータだけを集めたものをこのデータ .txt に保存します。で次に先ほど作成したデータ .txt は、気温のデータの羅列だけなのでこれに左側に年号を追加します。でそのプログラムがこの addNumber でその右の1976が開始の年号です。でこのようにしてこの右下のリストのようにして、年号とその年の非平均気温のデータの羅列を作成しました。で最後にこの作成したデータを最小時情報の係数を決定するプログラム LSM に挿入して係数を求めます。でこの下の黒い画面にが結果なんですが、この上の 12.206341 が、切片で下の 0.035819 が傾きです。でこのようにして、気象データの集まりから、回帰分析を行うことができました。でこの結果をグラフにしました。で、青い線が気象データでオレンジの直線が回帰分析の結果です。この結果を見て、未来の気温を予測することが、この直線を信用するなら予測することができます。このようにして年を重ねるごとに平均気温が上がっていく傾向にあるというのが分かります。じゃあ100年後には
どうなるかっていうのをこの数式で考えると約 3.6 度上昇する計算になります。で、まあ、実際にはこの 3.6 度っていうのはまあそんなに驚く数値ではないものなんですが、じゃあこういう方法を用いて予測した値っていうのは信用するべきかって問われるとちょっと微妙なところがあります。じゃあ次に単純な直線の傾向だけじゃなくて前年と比較して今年の気温が上昇したか下降したかっていうような状態の変化を考えます。でもし上昇したならプラス、下降したならマイナスっていうふうな記号で表していきます。でそうした時にじゃあ平均気温が低い年が続いた後は次の年は気温が上がるなどの規則性を見出すことを考えます。そこで用意したのが気象の変動を調べるプログラムと、そのプログラムを用いたプラスとマイナスの羅列の結果がこの下の表です。まあ、一部ですけど、このようにマイナスとプラスが列挙されます。で、前年度との気温の変化変動をデータにした後に、過去3年間のデータ変動パターンを抽出することを考えます。過去3年の3パターンと、プラスマイナスの2パターンの全8パターン考えられます。でこの8パターン、例えば、2年前がプラス、1年前がプラスで今年がプラスだった場合、その変動パターンの頻度を数えます。数えていきますでこのような変動パターンを数え上げるのとプログラムを作りました。でそのプログラムの他にも、2年前と1年前の変動パターンから今年の変動を予測する機能を付け加えます。で例えば、1つ目の表のようにプラスプラスプラスのパターンは0でプラスプラスマイナスのパターンは6というふうな傾向があったとします。でそうした時にプラスプラスの後にはプラスになる確率は非常に低い、で逆にプラスプラスときたら次にマイナスとなる確率が高いと分かるので、プラスプラスときたらマイナスと予想します。でまた下の表、プラスマイナスプラスの頻度は9、プラスマイナスマイナスの頻度は4っていうふうな傾向が見られたとしたら、プラスマイナスの後にプラスになることが多いですね、多いことが分かるので、プラスマイナスときたらプラスと予想するようにします。でこうしてプログラムを実行させた結果がちょっと見づらいんですけど、このようになって、右側の黒い表は学習結果の頻度の結果を表しています。でこれを見ると、さっき言った通りプラスプラスときたらプラスが0、プラスプラスマイナスが6っていうふうな特徴が見られるのと、一番下のマイナスマイナスマイナスのパターンが1っていうふうに、マイナスマイナスときたらマイナスになる確率が低いことが分かります。で実際のプログラムの結果を正しい結果と比較したときに、
その予測が合っているものには丸をつけています。でこの丸の位置なんですが、まあこの表を見ると、プラスプラスときたら、マイナスと予想する。でそれが合っている。で次プラスプラスときたらマイナスと予想してそれが合っているっていうふうに、その特徴的な傾向が見られる場所では予測が正しいことが多い。で逆にこの頻度が特徴的でない部分では予測が間違えることが多いということが分かりました。まあ、そうですね。特徴的なところがあると、その気象データの特徴が学習されていることが分かって、その逆に下降と上昇を繰り返すような特徴が見出せない場合には、まあ、学習がうまくされてないっていうふうな結果が得られました。まあ、このような手順で、パラメータ調整の機械学習を実際に行ってみました。最後に参考文献こちらです。はい、以上です。